ここからはグッドイチオシです。今日のテーマはこちら、梅雨でも没頭、注目インドア趣味。雨が降っていても屋内で楽しめる2つの教室を調査しました。今回は雨に左右されず楽しめる人気急増中の2つの趣味を調査します。まずは東京豊島区巣鴨にあるこちらのお店。こちらはどういったお店なんですか？こちらはジオラマの専門店です。ジオラマの専門店。はい、日本では我々が分かっている限りではうちだけ1店舗です。1店舗はい。ジオラマとはリアルに立体表現した展示物のこと。このジオラマの制作を趣味にする人が増えています。いいですね、優雅な休日を送っていそうな。そうなんです。すごく細かく階段の横にお花が植えてあるんですか、これ。そうですね、お花が。確かにここまで細かく手入れできる家はリッチな家ですね。そうですね。ちなみにこんなものも。え、何ですか、それ。これはテレビクルーなんですけど。テレビクルー、はい、あ、カメラマンさんと。細かい。どうですか。うんうんって。こちらの店舗ではさまざまなジオラマ教室を開催。そこで木野アナウンサーもジオラマ作りに挑戦。初めての方におすすめなのはジオラマのキットって言って、これはもうこれだけでできるってことですか。そうです、これでもう材料全部入ってまして、接着剤も入ってます。中には山の土台になる粘土や登山客のミニチュアなど材料一式が入っています。じゃあ山っていう作り山って感じで、はい、そうですね、ギュッギュッとそう押し付けていただいて。最近よく子供と粘土やってます、はい、たまに。お、なんか真ん中が、ここ真ん中。ここでお茶会しましょうか。お茶会しましょう。いいですか、ここの上でお茶会します。よし、できました。 ありがとうございます。テーマは山頂でのお茶会。作った山にボンドを薄く塗り、振りかけたのは草に見えるパウダー。と、ここでテクニック。この急な斜面を登りますか。ああ、じゃあそこに道っぽく、はい、少し塗らない箇所を残しておけば、そこが、まあ、道になるってことですね。粉が残らないんで。あ、やばい、ついちゃった。これで拭いちゃっても。あ、なるほど。集中すると無言です、うん、よし。あ、確かに、うん、道になってきました。ここ急だけど、ここ登ったんです。お茶会に参加するメンバーはこちらの4人で、次は、山、あ、木の前にこっちの人形の方がいいかなと思いますので、あ、はい、あ、向かい合わせると、うんうん、おしゃべりしてるみたいに。そうです、そうです。体の向きだとか距離感で話してるのか、なんかこう関係性が少し見えてくるかなみたいな。山らしく針葉樹を指しますって、木のアナウンサーから溢れる生命力ってな生え方ですね。あ、ギリ入りますね。入りません。あ、いけた。おー、できた。ちょっとなんか気が落ちそうだけど、はい、楽しそうですね。わっはーみたいな、すごく元気の感じでいいと思いますよ、うん、皆さんがこうハマる理由が分かりますね。没頭できるし、自分でいろいろ考えて頭も使えるし。続いては東京台東区にあるこちらのビル。こちらは何の教室なんですか？はい、私どもは自然素材を使った金継ぎの教室になります。金継ぎとは割れた陶磁器を修復する伝統技法。欠損部分を漆で埋め、金粉で仕上げます。あの室町ぐらいから茶道というものが盛んに行われるようになったものですから、そういうことで、まあ、壊れたような器を直すのに金継ぎというものが発達したんですね。金継ぎの魅力は、壊れたものがオンリーワンの一品に生まれ変わるところなんだといいます。今毎月毎月ですけど、700名以上の方がここで学ばれてます。700名、はい、やっぱり一番思い出のあるものを持ってらっしゃいますので、やっぱり皆さん丁寧に直されています。このお皿、どんな思い入れが。これ、おじいちゃんおばあちゃんが使ってた
楽しいです。楽しい。どんなところが楽しいですか？めちゃめちゃ集中できます。さあ、金継ぎも体験しましょう。これ、パキッとかじゃなくてこんな破片になっちゃっても治るものなんですか？余裕で治ります。余裕で。はい、この接着剤の漆を、これが漆なんですね。塗っていきます。漆とあるものが混ざってます。あるもの、何ですか？小麦粉。くっつく効果を高めているんだそうですよ。つけます。ああ、はみ出ちゃった。はあ、はみ出ちゃった。はみ出ちゃっても大丈夫ですか？あんま大丈夫じゃないですけど。大丈夫じゃないな。後でどうにかなるので大丈夫です。大雑把なのがバレますね。なんだかんだ漆の素材の魅力でなんとかカバーできるんで。漆が塗れたら次はかけらを接着します。ちょっと表面が乾きかけたタイミングで、まあ、ピタッとつけてちょっとグーッと圧着してください。しばらくグーッと押してで、ずれないようにテープ貼っちゃいます。テープで貼るんですね、はい、こんな感じでくっつきました。全部でこれで1ヶ月ぐらい。1ヶ月かかるんですか？乾かします。1ヶ月もかかるんですね。漆に含まれる成分が酸化して固まるまでにおよそ1ヶ月かかるとのことで、じゃあ1ヶ月待ちます。はい。そこはそれ、テレビらしく今回は待てないので準備してありますので、次の工程蒔絵を体験してもらいます。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、すいません、リポートしなきゃいけないけどちょっと無理ですね。やりました、ここまで。はい、これをさらに30分乾燥させ、いよいよ金の粉を振りかけます。乾かすんですね。はい、金粉巻いていきます。はい、お願いします。いよいよですね。つけて、こう払いかける感じでつけていくので、近くに金粉を落として、はい、これを巻きかけていきます。へー、そういうやり方。漆に直接この毛先がつかないように、はい、金粉をこうかけながら移動していってください。へー、くっつくんですね。本当にくっついた。いいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。はい、やったー、できました。金継ぎ。これをまた乾かします。これを乾かすんですね。約2週間。2週間、はい、ここから。そして後日、金継ぎが完成した器が木野アナウンサーの元に。ここまでキラーンとするとは思わなかったので嬉しいですね。以上、グッドイチオシでした。